伊勢エビいる、やば。皆さんこんにちは、ホモサピです。そして隣には荒川です。さっき編集してたら荒川さんから毒クラゲが打ち上がってるので今夜どうですかって誘いが来て、今向かっております、海へ。猛毒のカツオのエボシっていうクラゲを狙っていきます。はいはいはい、なんか青いビニール袋みたいな。そうそうそう、毒の強さが日本でも結構有数に強くて、生かされたことあるんですけど、電撃を食らったようなしびれを感じました。はい、通称電気クラゲと呼ばれるあいつを今日は取って食いたいと思います。顔、後でリンク飛ばしておきます。あ、うお、お、すげえ、いきなり今立つんですよ、魚が。はいはい、このトゲで立ったわ。うわ、臭そう。あ、意外と臭くね。こういうのが打ち上がってる周りは当然他の打ち上がってるものもいる可能性があるんで、しっかり探した方がいいですね。あれ、これ食べれる貝じゃないですか。爆弾かもしれないですよ。茹でればいいか。これめっちゃ似てません？透明で見たら完全にカツオの烏帽子です。でか、こいつなんでいっぱいいるんですかね。これ多分みんな、くっさ。これ全部食えるんじゃないですか。死なないように食べてください。はい、どうぞ。はい、死刑です。おお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 、黒鯛っぽくないですか。黒鯛っぽいっすよね、はい、これ匂いを嗅いでどうぞ。あ、マテガイの死骸かじゃないですかね。ここ掘ったら出たりします。あっちの方手で掘ってもわかんねえか、これもしかして。すげえ鋭利な金属でシュッて綺麗にやるとマテガイはひし形の穴が見えて一発でわかるんですけど、手じゃさすがにわからねえか。これなんか儀式やった後じゃないですかね。これこれは召喚されてますか。ちょっとググツを置いときます。あ、赤いじゃないですか、あれ。すげえ。あ、まだまだ新鮮です。これだこれだこれだこれ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 。やーば。ここさえ触っちゃダメなんだよ。よいしょ。あー、結構時間経ってるっぽいです、ね。ペンギンの匂いします、動物園の。だから変な匂いします。あ、そういうことか。ペンギンだ、動物園の。じゃあこれエイ。ちょっと食べれないですね。食べたくなってきた。エイって死んでも毒が残ってるんですよね。裏返してあったのは先に来た人がやったかもしれないんで、安全のために態度裏返しておきます。よいしょ。裏返しておけばこうやって見つけやすくなるのと、トゲが逆向きになるんで刺さる心配がなくなるんですよ。覚えておいてください、 A の安全措置。落ちてたらひっくり返す、これみんな義務です。クロダイ、クロダイだ、でかっ。めちゃめちゃ美味しいっすよ、このサイズは。目玉ねえな、本当にヤバい時しか。これはちょっと本当にヤバい時来たら俺を呼んでください。荒川イーツしてください。ここ見たくないですか。海と繋がってなくないですか。塩、あ、しょっぱくはありますね。海水ではありますね。海水が混じってるだけの淡水かもしれないですけど、絶対海水な気がする。うわ、汚な。よいしょ、いただきます。食感はフラペチーノ。スターバックスに謝っといてください。でっかっ。クロダイサンダルこのサイズですよ。なんか、あ、内、浮き袋ですね。内臓めっちゃくちゃ新鮮ですよ。あ、やりましょう。あれ行かせていただきます。エクストラバージンエア。あ、あった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 。あまり獲物がないので回収します。このサイズのマテガイいねえかな。タスマニアマテガイとかいう名前でいないですか。何でもヤバそうなやつタスマニアってつけたらいそうな気がする説ありますね。このクロダイでかすぎますよ、マジで。誰、肛門に木ぶっ刺した人。かわいそう。これもしかして太鼓あるの中のガスじゃないですか。ガスを抜いてあげようとした説ありません？ケツにぶっ刺してたの。そんな変態的な行動ありますか。これは、は、歯じゃない。あ、魚だ。サメじゃないですかこれ。だってこのギザギザの歯なんかめっちゃ見覚えありません？あー、確かに。後ろから生えてるのもこれサメじゃないですか。おお、インディジョーンズ、インディジョーンズ、インディジョーンズ。うわー、よいしょ。うわー、ニュルニュルするこいつら。見てください、フナムシです。行かせていただきます。お、まずくはないですよ。え、マジっすか。あ、嘘です、まずいです。腐敗臭はしないです、少なくとも。しょっぱいのと、分かった、スイカの後味がします。美味しい虫ではないですね、フナムシは。めっちゃ口に残る、腹が。これ最近視聴者に本当に食べてるの、食べてるとこ見せてって言われるんですけど。え、疑われてるんですか。俺疑われてるんですよ、なんか食べてるとか舐めてるとか。それでは行かせていただきます。お、まずくはないですよ。なかなかカツオのエボシはいないんですが、面白いものを持ってきました。でん、ブラックライト。可視光が少なくて紫外線だけ出るめっちゃいいやつなんですけど、これで夜の海を照らすとね、めちゃくちゃ面白いので、いろんなものを探していきます。ちょっとライトを消しますね。まずブラックライトオン。おお、あ、めっちゃ光るものすでにある。これ鳥の羽ですね。お、すげえ、カニを発見しました。面白い、光ってるわ。これなんだろう、人間が作った白いなんか物質です。海か。魚とか照らしてみません？光る、なんか赤く光ってんだよな。赤いっすよね、はい、え、生き物かこれもしかして。すげえ赤い。人工物じゃなくてこれ生き物っぽくないですか。え、
何も光ってないじゃん。もう一回照らしてみますよ。はい。ただの海藻。あ、分かった。葉緑体が赤く光ってんだ。こんなに赤く光るのか。3、2、1。ほら海藻だ。結構漁港は角の方に行くといいものが見れたり。あ、イカ。イカ。取れた。イカがいる。ガジャン、マジ。おお、取った。うわ、イカだ。はい、イカです。すげえ、アオリイカ取れた。夜の漁港面白すぎ。うわ、イメージ通りの感触ですね。しょっぱいだけですね。炭の方はどうだろうか。味はないです。またイカいましたよ。イカ。あ、経験的にやった感覚があります。あ、取れてる、入ってる。あ、よかった。うわ、すげえイカだ。ちょっと俺、イカに炭吐かれるのが夢なんですよね。噛まれた。そうだ、こいつは噛むんでしたね。ヤンマに噛まれた時とすごい似てますね。めっちゃガンガゼがいる。これは毒があるんですよね。こいつ取られるためにいる、もしかして。ほら、あ、ナメプしたら死んだ。イカナメプしたらダメですよ、皆さん。魚なの、これ。入った。こちら南洋ツバメウオと呼ばれる熱帯魚の仲間で、尾びれのところ見えます？これ透明なんですよ。枯葉に本当に擬態するために尾びれだけ透明なんです。ふわふわ舞うように泳ぐ特徴があります。金魚だったら3時間後に死ぬ動きですよね。けどこれが正常。これ正常な状態です。ちょっと待って。やばい。おお、逃げてるけど。抜けたか。そう、夜は寝てるんで、大きい網使うとああいうの取れるんですよ。真下に貝殻見えます。これヤドカリなんで。でかい。でかくね。オッケー。サザエの貝殻に入ってるんですね、こいつ。で、あー、出てきちゃった。見てください、これはいい出汁が取れるわ。こいつはいける気がする。ナイスキャッチ。うわ、ガンガゼっていうウニ、やば。もともと身はあんまり多くないんですけど、しっかりした濃い味があって、好きな人には好きって言われるようなウニです。伊勢エビいる、やば。うわ、取りてえけど密漁になっちゃうので伊勢エビくんは取れないんですよね。何かを取っています。あら、うわー、ゴンズイ玉。ゴンズイですね。前話したこの胸びれと背びれと、あともう片方の胸びれに毒があるという。今日はリリースで。でけえナマコがいる。こんなナマコ人生で見たことないですね。あ、カニがいるわ。よし。こんなナマコ人生で見たことないですね。すげえ。はい、こちらナマコでございます。触ったことあるんだよな、この感じ。老犬の乳首かな。わからなくはない気がするしね。結局乳首だと思う。乳首は免れないんですけど、老犬の乳首です。よいしょ。ヤドカリとイカですね。このイカはね、絶対美味しい。ヤドカリは出汁は出るけど未知数なところがありますが、こいつとこいつはスープ、こいつらはバター醤油で食べましょう。ここに入れて、水入れて、で火にかける。出汁を取っていきます。いい感じですね。うお、すげえ色してるけど、あー、いい香りするわ。味付けマキシマム入れていきます。あ、うんま、なにこれ、やば。スパイシーなカニスープ。こいつはこのまま入れておきます。バターを入れまして、イカを、ドン。あ、やっぱイカは1ミリも臭くねえや。で、これで炒めていきます。お醤油を加えて。やべえ。あ、やべえ。完成。できた。あ、うめえ。これやべえかも。ホタテみたいな香りがする。貝もちゃんと身が入ってますね。取るとき言わなかったですけど、こういう二枚貝とか、植物プランクトンをね、ろ過して食べて育つような生き物は、貝毒って言って、プランクトンに含まれる毒素を蓄積してる場合があるんですね。その場合、こういう貝を大量に食べると危険なんですよ。まあ、食中毒ですね、要は。貝毒については、行政が毎年毎年調査をしてるので、その地域のここら辺で取れた貝は大丈夫かなって、事前にインターネットで検索して調べましょうね。こいつはね、調べてないけど、ちょっとなら大丈夫だろうということで食べます。おアサリだ。味はアサリ。何の貝だろう、わかんないけど、うめえ。砂も入ってないですね。うん、ちょっと入ってた。ヤドカリ爪からいきますか。いつも通り鉄砲エビみたいな爪してます。あ、やば、急に。やば。いや、待って、ヤドカリやばい。ヤドカリうますぎ。爪噛んだ瞬間びっくりした。ヤドカリはね、タラバガニと同じ仲間なんですけど、タラバガニの味をめっちゃ濃縮した味がします。超絶うめえ。何これ。こっちもしゃぶろ。やばい、マジでうまい。よいしょ。液体状のものが入ってて、この下にね、硬いプリプリした身が入ってます。洗剤みたいな香りがするけど、これは多分洗剤じゃなくてヤドカリの香りなんだろうな。ヤドカリの身、一口食べてみます。
ちょっと苦味があるのは周りについた味噌か。ここはうまい。味質はね、めちゃくちゃ長時間茹でたサラダチキンみたいな、本当にそれが一番近いですね。うまいけど後味が好きじゃねえな。イカ食べましょうか。イカですね、これ名前忘れたんですけど、中にこういうね絶縁シートみたいのが入ってるんですよ。噛み切れないので取り出しちゃいます。いただきます。あ、うまっ。イカのバター醤油焼きだ、完全に。ただのうめえ。そしてこのスープをね飲むと、うまかった。ああ、今日はすげえ人間の食べ物を食べた気がする。ごちそうさまでした。